方のライジングのストックを持ってですね、はい、スタートしていきます。お願いします。これでエンブレム、私その曲が好きで番長シリーズ打つようになったんですよ。あでも本当いいですよね、はい、そう番長3から入ったんです。うん、あ3だとね、そうなんです、ここにねキラキラがついてね。よし、とりあえずライジング使わず、はい、まずはチャージ、これ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 です。やったよ、やっと。あ、もしかしたら 15% でそのままいくよ。制裁、あーなしか、直鉄拳制裁はなし。いや来てる来てる来てる、やったぜ、完全に乗りましたね、またチャンス。直ライジングなし。あ、直ライジングじゃねえ、直ライジングないない、いやもうねテンパってますわ、楽しんでる証拠ですよ。いやそういうことです、はい、いやマジでね楽しいですよ。いやいいな、でも私は負けないぐらい楽しいです。いやなんか俺が楽しんでることで、はい、橘さんも楽しんでくれてるのはすごく嬉しい、はい、楽しいですよ、そのお隣さんもね幸せを分け合って。 あやっぱ取ってたわ、えいきなりいった、あら取ってました 15% ですが、一応叩きましょうか。青はダメです、青はダメ、20、はい、まあ、赤とかだと50ゲームオアライジングですね。ああ線いった、よしよしよし、わあいいなということで BB です。青7押し、青7引いてストックしてっていうのがいいですね、はい、ここ越えてほしいな、ここ越えれば青7。ああどうだ、バッバー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 、赤7ストップ取りましょう。サンキュー T シャツっていうぐらいなんで、まあ、T シャツなんですけど、これを着ても冬に帰るために中に長袖を、ね、着てるんです。ただそれでもやっぱね寒いんですよ。寒いですよ、はい、私打ってる位置が特にあの入り口前なんで、ああそこ寒いかも。そうなんです、あのね体がずっとキンキン、出玉面でホットにならないと、いや本当にちょっと厳しいですねそれね。そうなんですよ、腹切りドライブループ取れたら熱くなれるはずなんでちょっとそこ目指します。ループ取ったらあれしましょう、はい、踊りましょう、踊ります、うん、踊ろう踊ろう、まだ踊るタイミングもないからな確かに踊らされてる側なんですよ第2。熱っ、あ、熱くなってる人いる、いいな、え、大丈夫？取れてるでしょ？だよな、また取っちゃうんだよな。上手ですね。よしよし、素晴らしく楽しい。ありがとうございます。641枚取って、はい、ライジングいきます。お願いします。これね、ボーナスいけるとまた再セットするんですよ、プラス10とかなるんですけど、僕 ね、それをこの前やって、はい、過去最高14個乗せたんですけど、うん、ちょっともう無理なんで、はい、とりあえずこの20ゲーム間でできれば7個、はい、初期1個あるんで6個乗せること、これ頑張ってきます。お願いします。よし、私あの初めてライジング引いた時、1日で2回ライジング引いたんですよ。はいはいはい、でその時にそのライジング中にボーナスまで持ってって再セットっていうのを経験したんですけど、そう、これが相当でかいですよね。あれめちゃくちゃ美味しいですよね、うん、そうなんですよ、知らなくって戻すまでめちゃんこ美味しいんで、それが今何ポイントなんですか。今あの250なんで無理ですね、さすがに無理なんで、これだからこれ入る時のタイミングも非常に大事なんですよ。そうなんだよな、あーエンスが来ない、頼む頼む、左第一、おい大丈夫かおい、はいはい、4つ目、はい、いやちょっと弱いな、ラスト、よしよし、まあまあまあちょっと足りなかったですけど5個頑張りましょう、十分です、サクーサクー、だから1回 BB は引きたいですね最低、はいはい、ここ頼む、ナビルナナビルナナビルだ、いやー微妙、青か、はい来ました、よし青7のレバーオン、
ここ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 です、ここです。はい、うわー、あ、なんかここ叩いちゃった。おお、なるほど、あ、よかった。まあ設定差ないですけど、ありがてー、あったけー、ストック取るよ。リベンジチャンスですね。先ほどは青7で AK 入らなかったんで、上が確定してました、お隣も。あ、マジっすか。はい、下画面、いや、違います。あ、内容的な、はい、6セット目で腹切りドライブ引いてます。もう間違いないですね。もう間違いないです、うん、残念賞でございます。今何枚出てるんですか。今もう1000枚です。わお、ストックがあと1個なんで。なるほど、ラスト。わあ、弱い、ゼロ殺演出きた。おほー嫌なやつ。じゃあ101ゲーム消化しましたね。大柄サイド頑張りましょう。あららら、1157枚でフィニッシュですが、プラス1000枚以上になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。サンキュー、サンキュー。なんか番長ゼロ4台クソ出てんな。まあ僕の台もすいません1000枚ですけど入れさせてもらいました。はい、119回転当たりましたよ。あ、了解しました。あ、惜しい、そろそろ。リバビクでございます。ありがとうございます。これあのもう青なら3度目なんですよ。さすがにね、通しましょう。サンキュー、いや、いいですね。サンキュー、いや、すごい、行きました。おめでとうございます。取らせてもらっていいですか。万枚かな、すいません、お願いします。すごい、1万クレジットですよ、ちょっと。いいな、1回も出たことない。いや、いいの見させてもらった。めっちゃ幸せ。入りますか、幸せになったんで。めっちゃ怖いんだけど、授与して。マジかよ、めっちゃ萎えるんすけど、めっちゃ萎える。さあさあ、846ゲームチャンスゾーン酒でございます。もうそろそろいい加減決めたいところですね。1840枚使ってます。追加、まあ、V でもいいよ。この感じだとさっきのやつはあの共通ベルで取ってたんでしょうね、あの感じでは。太平にのさ V が狙えなくなってますよ、私。どうなってんの、どうした、目悪くなった、どうしたんだよ。お昼ご飯食べたら視力が下がったんです。いや、だってあなた疲れてるでしょ。デザート食べてたじゃん。そんなことないよ。ミルクレープしっかりと食ってたじゃんよ。なんでそんな疲れてる。いや、疲れてるでしょ。ベルでいただけました。ナイス、サキ。さあ、話もぶった切ってくれましたよ。優しいですね、さき、ね、さん。さあ、ここは革命でお願いします。4連続下段止まらず、やめて。うわー、言った通り決戦ボーナスでした。私も一緒の時間に、レギュラー引きました、はい、仲良し小良し、歩幅はって、ね、そうです、そういうこと。行ってみますよ。さあ、革命ボーナスで決められないなら決戦で決めたらいいじゃんっていうだけなんでね。そうなりますね、はい、決めますよと。今回は中、さあ流れるようなレバーで決めます。あ、今が良かったよ。ためらいのないレバー。ふぅ、ためらえってことか。なるほどね、オッケー、ためらいます。じゃあ私ちょっと厳しそう。私ももうあの追い詰められてます。もう次食らったら終わりです。あ、今回も中で行くの。そうか、じゃあためらいのレバーね、行けます。怖いよ、ためらいのレバー。よし、ためらいの方でいきます今回。よしよしよし、あと3回進んでおりますね。うー、怖い、今じゃないよね絶対それ。今の強制力ありにしてもらえませんか。なんで GH なのね、攻撃力2にしなさいよ。あんたすごい喋ってるよ今、ほんでずっと中。これはダメだな。ない、はい、掴んできた。ためらい方掴んでます。あー、怖い怖いよ。あと2回、もう1個破壊できればもうもらったわも同然なんで。あー、いいタイミングの右ですね。取れる取れる、これ絶対次右だもん。こんなずっと中なわけない。ただここはちゃんとためらうこと。 OK、 おあと1回。おお、マジで。行くぞ行くぞ、やる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 。いけるいける、よしよし、頼む。
サンキューのご用意をお願いしますよ。ご用意を皆さんお手を拝借ですからね、これはこれ活かしてないのね、今のでどうにかこうにかな。ためらいの、はい、うーれやや、何もならない。ためらいの腹切りブレード、ねえ、ねえ、やめてお願い。いや取れるよ大丈夫、うん、50% なんだから、もう 50% のとこまで来たんだから考えてね。今回の右なんですね、取れましたね、そうですよね、取る取る、取ってますよね、なんならね、そうですよね。さっきのレアヤック、なんならって何、なんならもう取ってます取ってるもん。そんなわけないよねえ、いろいろ引いたじゃん、どうしたどうした、いろいろ引いたじゃん、許してよ、このレアヤックも無駄なんだ。ああ、やっちまった、え、ノーサンキュー、うわー、そうだよ、ここに来てゼロ距離でディレクターが見てます素晴らしいですね、はい、すいません、今回もタイミングは丸かぶりなんですけど、私もチャンスゾーンでございます。やりましたね、はい、出て4ゲーム、おー、ビッグボーナスおめでとうございます。いいよ、レア役ね、お願い、これで許して、レア役じゃないのでいきました、ハズレ、なんかちょいちょいやっぱハズレで当たるんですよ、な何者なの、珍しいですね、よし、ちょっとそろそろ革命で決めたいんですよ、はい、素晴らしいですね、4の1、革命ボーナスです。うい、やっとグリーンが、グリーンが生きたよ、おめでとうございます、ありがとうございます、 AT 帰り咲き、サンキュー安くなってきた、いや、あの安くなってきたぞ、ちょっと一つだけいいですか、リノさん、はいはいはい、リノさんの口からのサンキュー全然聞けてないんですけど、はい、大丈夫ですか確かに最初 AT 入った時以外、はい、ライジング入れて忘れてて、やっぱり素晴らしい、お隣さんが守護郎確定しました、うー、やっぱり、はい、やっぱりですか、はい、思った通りでございました、おめでとうございます、ということは、ってことは私、うん、ってことはあんたの思いよ、うん、腐らせや、うん、そうなっちゃってんじゃないの、あんたの思いよ、うん、うん、ありえます、はい、ですよね、レア役の引きが悪すぎる、うわー耐えてくれない、ほんでデフォルトしか出ないです、レア役引けずか、380倍で終了です、もうさ、革命ボーナスとも思えない獲得枚数なんですよね、お、お、ぬぬぬぬぬぬぬ、あ、ここでなんだ今の黒ナビ、ありがとうございます、225枚、うん、また当たんの、マジかよ、83、判別させてもらえない台ですね、いや本当にわからな い台だ、そろそろ青7くれねえかな、くれへんですか、おい3度目、悪くないんだよねここら辺は、まあ、あんま設定差ないですけど、3度目ゼロモードでずっと当たってたら通常時回せないから直撃引けないじゃないですか、そうですね、赤オーラ外したからね、私、あらま、私外しちゃったもんね、だからリベンジマッチ、しかも青7、これトータル AD チャンスで4度目なんですけど、1回も7揃ってないですよ、わー、ありがとうございます、サンキュー、いやベリーマッチ39、ありがとうございます、ダサいなダブルベル並み、ありがとうございます、一番いいナビですねそれ、いやかっこいい、でもやっぱダサいんだよな、ベリーマッチ39、ありがとう、サンキュー、出ました、今日一出ました、あのこのまま立花さんが AT 入らないとサンキュー言わねえなと思って、あーなるほど、うん、多めに言ってくれてるわけ、ね、ちょっと言う、ありがとうございます、うん、小出しにしてく、はい、もう AT 入るたびに言ってください私あのパスロ以外は超ネガティブなんですけど、パスロだけはポジティブでやらせていただいてるんでネガティブなんですか、めちゃめちゃ、あ、なんかそうなんですよ、マジっすか、結構考える人なんで、マジか、だから
かな、あの高校生の時にお付き合いしてた方に私最後振られちゃったんですけど、その時に言われた理由が、あの疲れた、疲れただったんですよ。いや一番辛い、それ一番きつかった。そう、一番きつい振られ方、それはしんどいってことでしょ。そう、一緒にいるのがしんどいってことですよ。イコールだもんなそれ。そう、いやそれはやばい、きつい。でもやっぱそのパチスロに対してこれだけこの好きがね、うん、渋滞してるわけじゃないですか。そうですね、好きな人に対してもそれだったから言われた言葉なのかもしれない。あー、そういうことね。愛が重すぎたっていう。今後本当に立花さんと付き合う方は、はい、あれなんだろうな、幸せなんじゃないかなって思う。いやでも疲れるかもしれないです、疲れたって言われた過去がある、はい、自虐じゃん、もう自虐になっちゃってるじゃん。早くチャンスゾーンやらせて。違う、早く素敵な人出会いたいでしょ。それ、そっちでしょ。違うのか、そこは。違うんかい。5枚目です。え、ちょっと、え、よいしょ、もう1時間半切ってんのよ。え、ちょっと待って、1回行くわ。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って。でも来ても変わらないですよ。いや違う違う、いや一緒なんだけど、なんか入ってる額が変わるかって言うと、それは変わらないですよ。止めないよ、手は。え、どうすんの。え、何が。え、どうすんのよ。何をですか。ただ単にさ、はい、私スロット打ってたいからバルブレイブで出すのを待ってますよ系女子じゃんだけじゃん。待ってください、そんな系統の女子いたんですか。女子じゃん。そっか、ここにいるな。まあでもそのつもりではいましたけど、新幹線でもパスロ打ってたい系女子じゃん。いやまあそうです。でしょ、そうです。代表じゃん。代表です。代表やってんのにさ、はい、いいところ見せてなかったらさ、はい、乗り打ちよ今日。そうだった、乗り打ち一発目よ。やばい、そうだった。そうだよ、そうだ、忘れた。あんた完全に自分の財布の中身がっていう感じ。そうよ、あんたのお金は私のお金。そうでした。私のお金はあんたのお金。そうだったわ。ちょっとなんでお姉入ってるのかしら、大丈夫かしら。新しいキャラが爆誕しそうになってるんですけど、ワンチームでしょう。あんたたち言ったら、ね、あんたたちは、ね、私たちはそうでしょうよ。そう、私たちはおチームでした。そう、鼓舞してもっと。はい、遊びじゃないんだから。はい、わかりました。2000円でユーザー様が僕たちの T シャツを買ってくれる。そうですよね。そうですよ。でそこにそれを買いに来れない方のために3900枚出して、それを3名様にお届けする、そういう番組でしょうよ。え、でもやっぱり人間って一人じゃ生きていけない生き物なんで。生きてるだろ、パストロとあったわ。私リノさんの応援がないとちょっとダメかもしれないんですよね。なんていいこと言うんだこの子。ちょっと応援を。なんだこの子は。応援してくれたら頑張れるかもしれない。なんて、あんた本当に、まあ、応援って言ってもその普通の応援じゃやっぱ頑張れないから、ちょっとしたダンスとかがあったらすごい頑張れるかななんて思ったらいいよ。すげえじゃん、クソ負けてんのに無茶振りするじゃんこの人。逆におめえだろやるの方が。応援ダンスってなりますけど、なんかフレーフレーみたいなやつとか。なんだよ、じゃあ、え、鼓舞するそれで。はい、鼓舞してくれ、なんか元気が出ることしてくれたらめっちゃ出ます。マジでめっちゃ出ます。じゃあ行くか。お、行きますね。なんか出るぞ、なんか出るぞ。よっしゃ、すごい、いいんだ、いいした。行くぞ。え、リノさん、そういうのもいけるの。リノさん、行くぞ。あ、すいません、ちょっと待って、ごめんなさい。行くぞ。はい、店員さんが申し訳ない感じでこうやってやってるじゃないか。すいません、ちょっと応援団っぽいだろ。あ、いや、はい、ちゃんと入れて、ちゃんと、はい、学生っぽい感じの、はい、いい感じ、はい、高めてやるよ、はい、頑張るよ、はい、ほらじゃないじゃん、もうなんだよ。いや本当に、あー、かかったよ。あ、すんごいいろんな人に見られた。352ゲーム先チャンスゾーンです。 いや本当に2人の中に亀裂を走らせたくないので、そろそろ決めたい。乗ってこ乗ってこ乗ってこ。2024枚使ってます。安いガガガガ、安いノリノリでいこうぜ。それV を狙う中段だ。これは揃わない。揃う簡単だ。なんでこんなチャンスゾーンからボーナスつながるの。確かによくわからない。では今度こそ
もうあの決戦でいいです。決戦で決めます私。はい、ありがとう。決戦ボーナスです。さっき惜しいところでやられましたね。今度こそよ。まあまあまあ501枚ちょっと増えましたよね。よかったよかった、素晴らしい。やべ、葛藤してる。どうして戦ってんな今。頼むよ、もう6回目のボーナスなんだよ、分かるでしょやることぐらい。分かるでしょ、ね、決めて今のでためないで。あ、でもこの時間で6回引いてんのか。そうなんですよ。いや、いいですね、ちゃんと引けてますね。頑張ってる。ほら、やられるじゃん。もうなんなのね。決戦でもダメ、革命でもダメ。そして終了画面はデフォルトでお届けしました。ありがとうございます。どうして来たね。いや、もういよいよ隣との差を感じ始めてますよ。ちょっと隣が良すぎでしょうかね。ただあの狙い機種というか行った場所は悪くなかったってことで、うん、まあまあ確定してますしね、はい、お隣さんは。サンキュー、ありがとうございます。 T シャツ着ていただいてありがとう。ん、フリーズ引きました。え、フリーズ、え、バケで、え、20万分の1マジで、すごいじゃん、おめでとうございます。ちなみにこの T シャツ着た後、着る前、着る前かい。着る前やないかい。いや、でも正解です、うん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。これからもどうぞこの T シャツを着てください。サンキュー、 ありがとうございます。私の推しカラーです。ありがとうございます、頑張ってください。ありがとうございます。サンキュー。あ、当たります。お、チャンスかな、チャンスを射止めましたと。だいたい 40% 60% ぐらいですよね、ここは。はいよ、青棚出てきたら超熱い、バンバン剤、うん、赤棚。さあ、こちらはいよいよブーストかかってきました。お、あとワンプッシュで。あんた本物の折り返しじゃないのそれ。はい、そうなんです、2300枚がそうでしょうよ、なくなりかけております。いや、AT です。お、 AT もらったわよ。さすがでござる、ありがとうございます。よかったよかった。あ、本当にこの後じゃあ収録終わっても私ちょっと残ってくる、うん、パチンコもありますから。あれだって超入れるとかじゃなくて、ただ単に出したいんだ、はい、もう 夢物語じゃないけど、はい、夢を見ていきたいんだ。そうです。なんか熱い女だな本当によ熱さだけが取り柄だ本当によ本当。あ、すいません、6枚目入ってますサイレント6枚目入ってます、すいません、サイレントで6枚目入ってやばいよやばいよやばいよ。あ、出ました出川。やばいよ、またこれだよ。ゼロヶ岳に私を連れてってくれませんか。行かない。239です。おなんだと、お仲間が黙るのか。さっき1ゲーム前だったら、はい、すなわちだったんじゃないんですか。いや確かにあんたすぐこれ当たるわよ。これその台打ち始めてから休む暇もなくずっと当たってるじゃないちょっとこれパーフェクトよこの台。何、持って帰りましょう。大橋に持って帰りましょう。新幹線に持って帰りたいわこれ。電車の中でも打ちましょうそれ、うん、当たった当たった、すげえな、すごい、めっちゃうまい。うーん、いっ、ああ上がらな、何にもできてない、悔しい。いや、めっちゃ悔しいです本当に。あんた T シャツを売ってるよ。いや違うのよ、うんうん、
私はね、T シャツ売りのババアじゃないのよ、わかるね。あんたババアじゃない、姉さん、姉さんよ。T シャツ売りのお姉、うん、お姉よ。お姉の方の、うん、胸張りなさい。わかりました、ハト胸で打たせていただくわ。あー、いいね。なんかあるのかないのか、微妙なラインですね。本当に微妙。さあ、行くぞ。449ゲームから、今じゃないそのリプレイも後にね、後に回してください。行くよ、アキラ。ブーンしてる場合じゃない。予想、外れでまた行くの。ちょっと待ってください。ちょっと待って。外れで当たりすぎですよね。うん、ちょっとそんな当たんねっすよ。451ゲーム。決めちゃいますか。決めましょう、ね、決戦ですけどね。決戦ボーナスです。2668枚使いました。ねえ。もうほんと、いや、勘弁してねえ、時間よ、何よりももう時間ないの分かるね。鬼ボーナス、鬼ボーナスだ、やっぱ鬼ボーナスなんだこれ。鬼か、お願いお願いします。ねえ、ストレート負けです。もう嫌、もういよいよ嫌。お、うん、え、立花さんがそんなこと言うのか。え、何ですか。いや、ちょっと怒ってない。ちょっと待って待って、サンキュー。ちょっと、おい、おい、すごいサンキューだな。おい、乗り打ち相手な俺。あ、すいません、すいません、本当にサンキューです。本当にサンキューです。ふざけてんだよね、もうサンキューの時点で。ありがとうございますでしょ、本当に。普通は、いや、ふざけてんだよ、だから。ベリベリサンキュー。おい、やめろ、やめろ。はい、ということで、残念ながら AT にも入らず終了となってしまいましたが、やれることはやったので、ここらで終了とさせていただきます。28クレジットだけ残して、私の方は以上となります。ありがとうございました。さあ、実戦終了しましたので、店内ぐるっと見ていきます。鋼鉄城のカバネリ、朝一番に埋まってたところですね。箱使ってる台が3台、一番積んでる台で3箱と下だらパンパンです。ヘイリーとサラリーマン鏡は結構やめられてる台が多いので、ここじゃないのかな。新鬼武者2もずっと朝から満台で、箱使ってる台が1台だけありますね、2箱。新鬼武者2が一番ありそうな感じではあるんですけど、結局自分の引き次第で出てしまうし、引き次第で出ない機種でもあるのでちょっと難しいです。アイムジャグラーで箱使ってる台が並びでありますね。トマイジャグラーにも何台か使ってる台あります。ジャグラーにも並びで入ってるところがありそうですよね。おそらくずっと粘られてるんだと思うので、実戦終了時間あと残り5分というところで、今300ゲームぐらいなんですけども、まあ、モードもわからないですし、まあ、サマイの方ですね、プラスということで、まあ、立花さんはああいう結果でしたけども、とりあえず初回僕だけでも勝ったというところですね、良かったかなと思います。お疲れ様でした。あれですよ、店内状況の方が大事なんですけど、一応ですね、こちらの番組オリジナル T シャツの販売も行っておりまして、色が青とピンクございます。で、一応2色の中から好きな色を選んでいただければもうそれでいいんですけど、一応私がピンク、リノさんが青っていう感じになってまして、まあ、みんなと一緒に楽しみたいっていう気持ちも込めてのオリジナル T シャツとなっておりますので、もしよろしければ購入いただいて一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。サンキュー、実践終了。イエーイ、終わった。ノリノリだぜ。あ、ちょっと待って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 、サンキュー。ちょっと待って、壊れてんな。イエーイ、バルブレイプ。ちょっと待って待って、イエーイ。おい、バルブレイプってやれてないでしょ。どうしました。え、あなたなんか上映 T とか入られましたか。え、あの、バルブレイプって映画を4時間5時間見た感じですね、うん、ちょっとバカなこと言ってるんで、ちょっと今日はたくさんの方が遊びに来てくれて、かつ、はい、T シャツも相当売れましたよね。見たいですね、なんか20枚近く出たって話ですよ。いや、素晴らしいですね、本当に。あったかかった、ここの常連さんもさっき言ってましたけど、はい、僕が高設定した画面出たらやってたもんもう何人もやってんなみたいな、すげえあったかかった。マイブラザーじゃないですか、マジで。だって今日は初見じゃないですか、はい、で常連さんと3人仲良くなってる。わ、すごい、うん、とりあえず、はい、重要な結果、うん、まずは僕から投資、うん、たったの92枚え92枚ですが、イカセさんまで回収が740枚でプラスの648枚。あー、足りないです。
ね。すいませんでした。いやこれは足りないよ、うん、いやもう頭上がらないです本当に。3900円プラスにしようと思ったら、いやもう本当ね、うん、すいませんでした。1人2000万円プラスにしてかんと。立花バルブレイブさん、はい、はい、どうぞ。私行かせていただきます。使ったのが2668枚、え、使いが2668枚、え、回収が28枚でマイナスの2640枚です。大変申し訳ございませんでした。頭上げんなもうマジで、頭上げんなよ。大変申し訳ございません。足がプルプルしています。本当にちょっと関節という関節が凝り固まっておりまして。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしました、立花さん。何ですか、あのね、あの、地べたに髪が、やだ、私のそうめんが、すいません、失礼しました。そうめんじゃないから。すいません、ありがとうございます。綺麗なお髪がついておりましたよ。すいません、本当にありがとうございます。いやでも、はい、初回、うん、負けてしまいましたよ、はい、トータルでまあ言ったら2000枚ぐらいですか。そうなんです、マイナスです。なので6000枚ぐらい足らなかったんですけど、ここに関しては、うん、僕に関しては特に高設定かもしれない台も積もりましたし、そうですね、いいところ行ったんだよね。そうなんですよ、お隣さんがちゃんとね、しごろかくだし、もうね、あの T シャツも着ていただきましたけれども、あれもういなくなってる、うちに戻ってます。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ、分回さないといけないですか、ここから。あの台座ってたらチャレンジ成功。でやっぱニアピン賞ですよ今日は。とりあえずまあ初戦ですよ、うん、楽しければ、はい、滑ってよしと。ただあれですよ、肝心のあれが決まってないじゃないですか。このTシャツ、そうですよ、買ってくださった方々の名称を決めようって話だったんですけど、なんかありますグループ名、なんかいいの、こんな急に言われても多分ね思いつかないと思うんですけど、なんでもいいっすよ。ベリーマッチ39っていうのが私たちが思いついた人なんで、あとは何でしたっけ、カモン39ってカモンがベトナム語でありがとうらしいんです。そうなんですよ、でカモン来てほしい、はい、ウェルカムっていう意味合いも込めて、はい、カモン39、39、まあ、ありがとう、ありがとうなんですけど、そうなんですけど、はい、いいのかなっていう、どうなんだろう。これは持ち越しますか、次回に。次回の収録までに僕たちが、はい、とりあえず考えて、わかりました、考えましょう、持ち込みましょう、はいはい、そして収録日当日はですね、この T シャツ販売しておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。どっちの色を買うんでしょうかね、楽しみですね、それやめない、え、うん、そういう、やめますか、うん、好きな色を、そうそう、はい、買っていただいて、そうです、はい、席まで行かせていただいて、サンキューって一言ね、声かけさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、それではまた次回の配信まで、サンキュー、サンキュー、キュー。だけ似てるんで、そうなんですよ、 R がね、これが、うん、はい、はい。